座秋の本公演はジャンガリアンというタイトルの作品です。この作品はイアクという劇団を率いている横山拓也さんの新作書き下ろしです。ジャンガリアンというタイトル、ジャンガリアンハムスターから付けたそうです。同じネズミでも普通のネズミは嫌われるのに、ジャンガリアンハムスターはとっても可愛がられる、その差は何だろうというようなことが、作品世界から立ち上ってくるんだと思います。かといってネズミが出てくるわけではありません。つまり同じように見える人の中でも区別されてしまうことが起きる、そういったことが作品世界から上がってくるかなと思っています。小さな町の食堂に外国人労働者が働きに来るところから物語は始まります。横山拓也さんは社会的な問題を小さな個人の問題と絡めて笑いを織り交ぜながら描けるとても面白い作家さんです。食堂の中で起きる、異文化との衝突、摩擦を通して自分たちでも気づかなかったささやかな、差別意識とかいろんなことに気づかされる作品になるのではないかなと思っています。というかそういう風にしたいなと思っています。関西弁の面白い会話の中にささやかな毒やヒリヒリとした痛みを織り交ぜながら描く横山拓也さんの新作ジャンガリアン、期待していてください。私も頑張っていい作品を作ります。